皆さんこんにちは、島村楽器 DJ 科講師をやっております DJ 熊です。普段は、クラブ、あとホテルとか、まあ音楽イベント等々さまざまな場所で、DJ をやらさせてもらってます。今日の動画は初心者の方でも分かりやすく説明していこうと思いますので、はい、どうぞ。じゃあまあ一人に DJ とはいろいろありましてですね、このホワイトボードを使ってちょっと軽くバッと書いてみました。まあ、DJ とはですね、80年代に、まあ、このディスコ一大ブームによってポピュラーになってきつつ、まあ、それが90年代になってディスコの下火とともにもっと自由かつファッショナブルなクラブというカルチャーが生まれ、またここで DJ が新しいカルチャーを生み出し、そして90年代から2000年を超えてくると、さらに DJ というものがいろんなカテゴリーで細分化され、ミュージックバーだったりホテルラウンジでのイベントの演出だったり、皆さんが最もこうご存知なミュージックフェスでの、まあ、活躍する場所がたくさん増え、現在に至るっていうところですね。 DJ にもですね、先ほど説明したようにこう様々な場所で活躍することができるような時代になりました。そして機材もたくさん増えたことによって、DJ のタイプも多種多様になりました。で、まあ、僕が使ってるのはこちらの王道中の王道と言われるターンテーブルですね。このスイッチをポンと押すと上に乗せたレコードが時計回りに回っていくという代物です。じゃあちょっとこれから実演してみたいと思います。今のはこういったレコード版だったり、あと最近でいうパソコンを使っての同じような形状のコントロールバイナルっていうのを乗せて、この針を乗せてスイッチを入れると回転する、そして DJ をしていくっていう、ちょっと小難しい感じではありますっていうところで、最近では初心者向けのこういったコントローラー、こういったものが新しく出ております。まあ、形状的にはターンテーブルと同じで、右と左にコントロールするところがついて、この真ん中のところが DJ ミキサーと同じ仕様になっております。で、さらにさらにもうちょっと突っ込んで本格的に DJ をやりたいっていうところで CDJ もこの裏にあります。はい、先ほど説明した CDJ がこちらになります。先ほど説明したコントローラーと、まあ、近いものではありますけど、よりクラブでプレイしたり、そういうお店でプレイするっていうところに特化したものになるかな、はい、なると思います。まあお店に大体常設されてる機材になりますね。なので、まあこれを触れることによって、クラブだったりそういったところで DJ をしたいって言われる方は、こうより実践的なレッスンを積むことがこのマシンでは可能となっております。はい、それでは一通り機材をざっと紹介させていただきました。まあ細かい、扱い方などは次回のまた動画で、細かく、触れていきたいと思いますので、また次回も楽しみにしていてください。それではまた次回まで、バイバイ。動画だけじゃわからないことも直接レッスンで教えることもできますよ。無料の体験レッスンもやってますので、いつでもお待ちしてます。